ピー君案外重たいんやな。きんも、こいつの浴衣がはだけてる。大丈夫みたい。ちゃんと息してるし、ショックで意識を失ってるだけね。そうか。まあ、なんだ。みんな、ひどいよ。もう、私、お嫁さんに行けない。ごめん。まあ、ちょっとやりすぎたかな。そうだな。すまん。ちょっとした悪ふざけがこんなことになるなんて、本当に。うん。笹ちゃん、うちもごめん。ささみ、こういうことは誰にでも起きるから、泣くほどのことじゃないよ。処女とかの話は大丈夫だって。今時高校生だってそういうのを信じてないから。もう泣くな。アイドルは鋼のメンタル持たないとダメだろ。それはアイドルとはちょっとちゃうと思うよ、マリア。田舎アイドルとは違うからな。こっちはささみを慰めてるっつーの。あなたたちは最低よ。このままじゃ私たち永遠にアイドルになれないよ。純粋なアイドルになりたかっただけなのに。でも今はもう。なんでそんなに喧嘩が好きなんですか。仲間なのになんでそんなに意地悪なの。いや、それは別にそういう意味で言ったわけじゃ。ちょっとふざけ合っただけで。マリアの言う通りよ。いいか、スターノバはそんなことで潰れるようなやわなもんじゃないよ。この先もっと厳しい試練が待っているの。同じグループに入っているとはいえ、私たちはみんなライバルでもあるんだから。だからそれに向き合ってそれを認めるか、本当の気持ちを愛想笑いで隠すかしか方法がないよ。あんたたちはどう思うかわからないけど、私は前者で行くよ。世間を気にして仲良しのふりするのは大嫌いなの。うん、秋が言いたいのは、私たちは喧嘩するほど仲がいいってこと？その通り。でもね、私はビッチと呼ばれたくらいで泣いたりやめたりすると思う。そんなのへっちゃらだよ。ササちゃん、私たちはスターノバよ。喧嘩したってみんなは仲間という事実は変わらないもの。よっしゃー、毎日喧嘩して強くなろうや。闇の軍団は己とこそ戦うべし。経験値稼ぎ放題よ。みんな、ささみ。ササミ、マリア、みんな、私たち友達だよね。でも、たまには喧嘩でもせんと、もっともっと仲良しにもなれへんよ。同感です。とにかくお腹すいたわ。晩ご飯なんやら。そうですね、行きましょう。ああ、風呂の後はやっぱ酒だよな。マリアはいつも飲みすぎ。そうか。Thank you.
デューサーさん。はい。いいか。おい、プロデューサー、ちゃんとやれよ。くれたし。いいか。当たり前じゃねえか。ワクワクしますね。ビシバシ働いてもらうぞ。いいか。お前何も分かってないじゃん。
黙れ。決まってるじゃないか。分からへん。皆さん、クエーサーの第713回州定例会議へよく来てくれた。クエーサー公式ファンサイトの人気投票の結果により、新しい暫定ランキングが確定した。これはファンの皆様が決めたものだ。岡田シロランク1、センターとして継続。わかりました。榎田遥香ランク2。わかりました。吉野真子ランク3。はい。ステラシルバーランク4。承知しました。次の命令まで待機します。新田香織ランク5。わかりました。新しいランキングに合わせ、直ちにダンスフォーメーションが変更される。ありがとうございました。しかし、皆さんをここに呼んだのは、このランクの説明だけではない。アイドルの三大資質とは何か、答えろ。それは従順な心、感謝の心、そして逆境と向き合う笑顔であります。その通り。この会社は君たちを日本のトップアイドルにした。名声も富も豊かな生活も与えてくれたこの会社は、もはや君たちの存在意義と言っても過言ではない。それにもかかわらず裏切り者がいる。全てを与えてくれた育ての親に歯向かう不届き者が。上条様、それは何かと間違いかと。私たちは全身全霊を捧げています。この中に裏切り者がいるなど。君の言う通り、裏切り者は今日ここにいない。よくご覧なさい、我が敵の花王山本マリア、クエーサーの元ランク14、柏木亜希、ストロベリーピンクの元センター、そして島崎ささみ、元研修生。この不届き者たちはクエーサーの力を試そうとしている。こんなことを耳に挟んだ。スターノバはこの東京で一番のアイドルグループを目指していると。だがそれは不可能だ。なぜなら
クエーサーの力は永遠だから。神嬢様、もし許していただけるならば、私にそのアイドルの裏切り者たちの処分をお任せください。ありのように潰してみせます。わあ、そんな必死になってお兄ちゃまの機嫌を取るなんて、ハルちゃんたら。柏木亜希、永遠の12歳アイドル。でも今はもう古代遺跡とかしたのでは。そいつは私に任せてください。偽物は本物に勝つはずがないもの。データ分析完了。主要な弱点を発見しました。敵は老化により弱体化が進んでいます。敵の全滅は陶器が担当しましょう。活動スケジュールを維持するため、妨害行為は夜間に行います。たわごとを、あなたたちはスターノヴァを過小評価していますわ。この低ランクたちではなく、どうかこの私、クエーサーのセンターにお任せください。スターノヴァを一挙に潰してみせましょう。それはセンターとしての私の義務であります。静かに。スターノヴァを潰すのは時間の問題だ。しかし、それは今ではない。敵に勝つ、敵を知る必要がある。新田香織。はい。お前をスパイとして送る。スターノヴァに溶け込んで、奴らの弱点と警戒すべきところを調べ尽くして、私に報告します。その情報が入り次第、攻撃の作戦を考えよう。わかりました。ありがとうございます。では、次の会議まで。クエーサー、誰よりも強く眩しく、銀河の中心に輝く光、星々は私たちの周りを光転するクエーサし。
計算開始。お前、しますね。もうおしまいだ。